宮殿広場に面して、東宮殿があり、広場の真ん中には、アレクサンドルの円柱が立っている。地図宮殿広場、宮殿広場、ロシア語、イコールドゥバルツオバヤ、プローシャチ、英語、パレススクエアは、ロシアサンクトペテルブルクの冬宮殿の前にある広場で、この都市の中央広場であると同時に、地の日曜日事件、10月革命。 スターリン・アイ大集会などの歴史的事件がここで起こっている。ここから北西方向へネバ川のかかる宮殿橋を通してバシリエフスキー島へ通じ、ネフスキー大通りもここから南東方向へスタートしている。広場の北西側に冬宮殿が1762年に完成して、反対側の南東側にはロシア帝国軍、参謀本部ビルが1827年にでき、 広場の中心にナポレオン戦争の勝利を記念したアレクサンドルの円柱が1834年に完成して、帝政ロシアを代表する広場になり、モスクワの赤の広場と並び称される。ルル・ブロシア・モスクワ・サンクトペテルブルク2016、JTB ・パブリッシング2016年49ページ。ISBN 978から4から533113376。 地球の歩き方、ロシア0809ありがとうございます。